ミケランジェロ・ブオナローティの最後の審判、ローマ・バチカンのシスティナ礼拝堂の壁画ですよ。面白いのはこの左下、地獄ですよね。地獄に落ちてきますけど、地獄の一部にですね、こういう人が描かれてるんですよ。この人、なんか巻きついてます、うん、この人は地獄の裁判官のミノスっていう人なんですよ、はい、そのミノスの顔、これが当時のバチカンの、まあ、議典長、風紀みたいだったチェゼーナ議典長っていう人の顔なんですよ。へ、でどうしてその人をその地獄の裁判官に書いたかっていうと、はい、ミケランジェロのこの最後の審判、もともとはね、全員全裸だったんです。大全裸大会だったんですよ、はい、今でも大概全裸だけど、もっと全裸だったんですよ。それでこの人が怒って、この最も格式の高いシスティナ礼拝堂をね、風呂屋か売春宿にするつもりかって怒ったんですよ。それで服を着せろと、はい、でミケランジェロは嫌だと、この俺の肉体表現、ミケランジェロは裸大好き野郎だからさ、肉体大好き野郎だから、俺の肉体表現を隠すのは嫌だって言って抵抗するんですよ。それでこうケチつけて、もう書いてる途中から、おい全部裸なんですけどってこいつケチつけてたから、こいつを地獄の裁判官にしちゃって、で悪魔とバカの象徴であるこのロバの耳つけて、さらに罪の象徴である蛇を巻きつかせて、しかも蛇に精液が噛まれてんで、こいつはい隠しましたよっていうことでしょ。すごい、してやったりですね。してやったりをしてるんですよ。だけど結局頑強に、いやこれは許せないって言い続けて、ミケランジェロが亡くなるちょっと前に、もうこれ全部覆いなさいっていう命令を通しちゃうんですよ。それで全部に腰を覆う布が上から描かされたんですよ。それをやらされたのがこのミケランジェロの弟子のダニエレ・ダ・ボルテッラって人なんですけども、でこの肖像が描いた人、これ描いた弟子がこれに全部腰巻きをつけさせられたんですよ。だからボルテッラっていう人はかわいそうに、その後イル・ブラゲットーニっていう腰巻き野郎っていう名前あだ名つけられちゃって、ずっとイル・ブラゲットーニって呼ばれるようになっちゃった。でその後やっぱり元に戻すべきだって言って修復をして、取れるとこは取ったんだけど、なぜほらフレスコだから油みたいに剥がせないから、残るとこは残っちゃって現在のこの状態になってるという。